性がついてきた。マサだよ。俺だ。俺さ、ちょっとおい起きろ。お前聞いてないの？おいマサビ聞いてないの？さ、おい。え？おい。おい。お前マサビ聞いてないの？嘘。わさび効いてないの？何わさび？鼻わさび入ってるけど。あ、いて。ティッシュか。効いてなかった。で、俺今間違い電話かかってきたんだけど。てかさ、いつずらかわかんないけどさ。取れた？吹けろ。あ。いたずら電話。ちょ、今匂いが無理。いきなり電話かかってきたの俺。ダサ。ちょ、聞いて。電話かかってきたの。出んじゃん。そしたら、あ、もしもしって出たの。川村ですけどって言われたの。今さっきで10時23分。残ってるよ、電話番号も。川村ですけどって言って、はい。そしたら全然返事が来ないの。もしもしって言ったら、高橋くんの携帯ありますかって言われて。あ、いや、ないです。って言ったら、あ、はい、わかりました。って。あ、すいませんって言って、ね、あ、大丈夫ですよ。つって切ったんだけど。意味がちょっとよくわかんない。おはー。あ、じゃあ。ウリ君じゃなかった。